ちは、サラリーマン農家の黒丸です。で今回は、釣り出しから出たこのもみ殻ですね。もみ殻がだいぶこの小屋に溜まってますんで、このもみ殻を今日は田んぼに巻いていきたいと思います。巻いていきます。午前中で半分もみ殻は出し終わりました。残り半分頑張ってやっていきます。だいぶ綺麗になってきました。僕ももみ殻と一緒に押していかないように安全作業で気をつけながらやっていきたいと思います。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。それではまた。